あ、わためのハバナイ。そう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 。あの、ホロライブ角巻わためさんのハバナイスデイという企画にね、出ました、最近。動画で上がっております。なんと、私の出身地、三重県にね、遊びに行っておりますんでね、ぜひ見てください。まあ、ちょっとね、正直言い訳させていただくと、あの日クソ暑かったの。本当に暑かったの。35度とか6度とか7度とか8度とかだったの。で、ひどかったね。違って、忍者博物館みたいなところに行ったんだよね。そこでちょっと手裏剣を投げさせていただいたんですが、思いのかひどかったっていう、まあね、そんなことはない。うん。いや、わかんないよ、みんな。カメラが回ってないところでめちゃくちゃ決めてるかもしんないから。シュレディンガーの手裏剣だから。あと、地味に難しいんだから、手裏剣って。知ってる？あれ絶対ポンポコ投げれねえだろ。急な飛び火。意外とね、重いんだよ、手裏剣って。私なんか伊賀のね、忍者博物館、ちっちゃい頃に行ったことがあって、それこそもう物覚えがついてないぐらいちっちゃい頃に行ったことがあって、その時ね、真ん中に当たったような気がしてんだよね。だから得意かなって思ってたんだけれども、まあ、タイミングによりますという結果になりました。はい、もし伊賀に行くことがあったら、ぜひ遊びに行ってください。あと伊勢にも行きましてね、その後渡辺と一緒におかげ横丁と伊勢神宮に行ったんですが、本当に暑すぎて、おかげ横丁そんで屋根がないのよ、マジで影がなくて暑すぎて。私は日傘を持ってたんで、渡辺を入れてたんですけど、さすがに生命の危機を感じるということで、マネちゃん含め全員日傘買ってました。その後あまりに暑い、夏の伊勢は気をつけろ。でももうちょっと涼しくなったんじゃない？呼んでよ。いや、勝手に行けという話。おかげ横丁、本当はもっと食べ歩きとかいろいろしたかったんだけれども、本当に暑かったからあんまりね、回れなかったんだよね。また渡辺を三重に連れて行こうかと思います。はーい。あ、まだ暑い。あ、そうですか。ちょっと外出てないんであんまりわかんないですが、赤福氷食べた。赤福氷さ、まあ、私すごい好きなんだけど、すんごい混んでてね、もう日陰がないから並べねえってことで普通のかき氷食べましたわ。はい。しぐれういしゅって検索したら手裏剣出てきた。やばい、忍者疑惑立てられる。やばいやばい。四日市も案内してもらって、四日市案内するとこないわ。近鉄四日市駅の下にある本屋さんでかくていいよぐらいしか言うことないわ。はい。